にちは。本日は10月15日から始まる舞台銀河鉄道の父にご出演される的場浩司さんと大空雄飛さんにお話を伺っていきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高だね。そうですか。久々にあんな綺麗なこんにちは聞いた。マジ最高。ありがとうございます。挨拶を褒められたのは初めて。いや本当に良かったね。はい、俺本当に掴まれましたね。そうでしょ、うん、俺あのこんにちはでクッと言ったもん。ありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。初めて話を伺った時にはまだ台本がなくて小説の状態で拝読させていただいて、はい、僕そんなに本数舞台はやってないんですけど映像畑で育ってきた人間なので、はい、キャスティングしてくださったプロデューサーの方にお会いして、はい、なぜ逆に僕をキャスティングしてくださったんですかっていう質問をして、はい、それが俺の心を突き刺したんだけど、挑戦って好きなんですよねって言って、あの役者さんがいろんな作品にその挑戦していくっていうのが僕はすごく好きなんで、だから的場さんが今までやってきたことがないような作品に的場さんの挑戦してる姿を僕が見たいんですっておっしゃって、で考えてみりゃこの年ね、もう50超えてるんで、その挑戦することって正直少しずつ少なくなっていくと思うんですよね、はい、うん、お芝居はお芝居毎度毎度新しいものやりますけど、これだけ毛色の違うものっていうのはなかなか僕はなかったので、でもそのプロデューサーさんの言葉一言で言ってることがかっこよくて粋に感じて、はい、じゃあぜひこちらこそやらせてください、お願いしますって。そうだったんですね、うん、ありがとうございます。そして大空さんの方も今回のお話があった際どう思われましたか。とにかくまあお話をいただけただけでも嬉しかったですし、宮沢賢治っていうのはまあみんな、ね、日本人ならみんな知ってると思うんですけれども、その母でどんな人かなって調べたら、やっぱりなんかなんだろう、すごく芯のある人だと思ったんですね。きっとそんなにしゃしゃり出てないし、いろんなこう感情とかがこうどう思った人だったとかって残ってないと思うんですけど、そんなにでもきっとすごく一本芯が強くあった女性なんじゃないかなと思って、なんかそういうものに私も挑戦できたらいいなと思いました。そうですね、いや面白かったですよ。うん、素直に面白かったですし、その今までのその宮沢賢治さんを描いた作品とはちょっと色が変わってるんじゃないのかなっていう感じですよね。クスッと笑えたり心が温まったりちょっとほろりとしたりとかっていうのが絶妙に散りばめられていて素晴らしいなって思いましたね。なんか自分が最近こうやってきた舞台とはまたちょっと種類というか、なんかこう進み方というかお話の雰囲気も違ってたし、これどういうふうに見えるのかなって最初はつかみきれなかったんですけれども、何回か読んでるうちにやっぱりなんかこうすごくみんなに寄り添ってる作品というか、お客様に寄り添ってる作品というか、もう小難しいことをつらつらながだらだらと喋る人はいないのに、わーってこう楽しく本当にくすって笑ったりちょっと泣けたりしてる間に何かをパッとこう受け取れるような、うん、なんかとっても楽しみやすいっていうと簡単な言葉になっちゃうんですけれども、なんかいろんな方に楽しんでいただける作品になったらいいなと思いました。これから多分その演出の青木さんといろいろお話をしながら、こう もっとこう一っていう人物をクリアにしていきたいなとは思いますけれども、でもやっぱり
明治の女性っていうその女性の言い方、はい、一家の中での女性の言い方みたいなのって今と多分全然違うと思うので、なんか そこが基本にあった上で彼女の行動っていうものがどういうことなのかみたいなことをもう少しね、自分のその時代に自分を近づけたいなって思います。あそこネタバレになるから詳しくは言わないけど、うん、俺は一の最後すげえ好きなんだよね、うん、あ、最後ですよね、うん、私も好きです。あそこあれだよね、もう一はあそこまでずっと抑えてるんで、うん、いや俺最高にあそこ好きなのよ、うん、すごく私も好きなシーンです ね、あれはすごくいい、うん、的場さんいかがですか。愚直に家族を愛す男ですよね、うん、でその愛し方が強かったり心配し方が強かったりが見てる人からすると面白く見えたりとか、そのまあそうですね、男にこういう言葉使うのもどうかと思いますけど、可愛らしく見えたりとか、はい、切なく見えたりとか、うんうん、だからいろんな表情を持ってる男性なんですよ政次郎さんは、うん、でまあそこが特に家族全員ではあるんですけど、その中でも特に賢治に対してはもうものすごく心配性で、うん、ものすごく愛し息子として愛していて愛情深くて、真面目に演じればきっとこの男性はきっと魅力的な政次郎さんになるんであろうなって信じてます。私はロマンスカーに乗って箱根に行きたいです。ロマンスカーいいじゃん。ロマンスカー好きなんです。ロマンスカーしょっちゅう乗る。そんなしょっちゅう乗らないですけど、なんかワクワクしかないですよね。俺ね、箱根行くっつうと車になっちゃうんだよね、いつも。あ、かっこいいですね。もうなんか車の方が多いんだよね。ダメだよそれじゃ銀河鉄道にかけてんだから何言ってんだ電車がいいよ。電車ですよ。電車だね。箱根は電車で行こうよ、はい、セリフでね、岩手京浜鉄道の旅って僕言うんですけど、はい、その存在を僕は知らなかったんですよ。50歳超えるまで実際にある、はい、そういう鉄道があるんだ。でそれをセリフで言って、それが銀河鉄道なんだっていうセリフみたいなことを僕は言うんですけど、それをなんかやっぱり言った限りはいつかは一度はその電車に乗ってみたいなと思います。最後の質問なんですけれども、はい、的場さんはこうスイーツがお好きとお伺いしていますが、はい、唐揚げも好きですけど。唐揚げも好きでした、はい、舞台を見終わった後に、はい、ぜひこのスイーツ食べてほしいなというスイーツが。はっ、とんでもない角度からすごい来たね。なんだろうな。いや本来であればやっぱりその岩手の名家とかそういうものと言いたいのですが、はい、劇場が東京の新国立劇場ですので、我が宮沢家がその我が家族がね存在した時代からあるような老舗の和菓子屋さんのお菓子を食べてもらいたい。銀河鉄道の父、今コロナ禍で皆さん大変でしょうが、万全の対策をもって、我々お迎えいたしますので、ぜひ、コロナでたまった不安とかストレスとかそういうものをこの作品を見ていただくことで少しでも忘れて楽しんでもらえればいいなと思っております。劇場でお待ちしておりますので、ぜひいらしてください。お願いいたします。私にとっては本当に久しぶりの生の舞台になるんですけれども、お客様と同じ空間で同じ感情を共有するっていう素敵な瞬間を作れるように一生懸命お稽古していきたいと思います。
皆さんと一緒に、銀河鉄道の父を、そして宮沢賢治とこの家族の物語を共有して楽しめたらいいなと思います。皆様ぜひ劇場に足をお運びください。お待ちしています。お三方は共演が初めてということでしょうか。はい、じゃあ一人一人あの第一印象を、あのそれぞれの第一印象をお伺いしていきたく。いやもう、まあ、声がねすごい素敵な可愛らしいお声をされている方だなっていうのが思って、なんか本当にこういう子が妹だったらよかったな。マジの妹さんですよね。だよね、だよね。いや、僕も妹いるんですけど、はい、まあ、妹も一個ですよ。だけど本当に素敵なね、もういいな、妹におったらええなって思える、すごい素敵な可愛らしい方だなと思いました。どう言ってもダメですよ、もう。または別に何もないです。何ですか。いや、初めましてですよ。今回のこの現場が初めましてなんですけど、はい、今日の本読み の前に他の別の取材でお会いすることがあって、でそこでちょっといろいろ会話してて、最初ちょっとなんかツンとしてる冷たい方なのかなとか思ってたんですよ。だけどそんなことなくて、ちょっとちょっと多分言っちゃってる子で本当面白い子なんですよ。だからその片鱗がもうその一日だけで見えたんで、だからもうこれからが楽しみでしょうがないですよ。こんなね、もうあらがなさそうな雰囲気あるじゃないですか。真面目そうな。ですよね。そんなことないですよ。山さんの方はお二方の第一印象を教えていただけますか。僕も賢治兄さんと取材でお会いした時にとても人間らしい方だなと思いました。すごく人の目を見て話してくださるし、話すときは体を向けて話してくださいますし、とてもなんでせんだけどすごくお茶目なお兄さんだなと思いました。で今日初めてお会いしたんですけど、あやねちゃんは初めてあやねちゃんって呼ぶんですけど、あやねちゃんは可愛いなと、可愛いなって、僕のお姉さん役なんですけど、年的にはまあ僕よりだいぶ下なので、とても可愛いなと思って、こんな妹がいたらいいなと僕は思いました。鈴木さんはお二方に対しての第一印象。ああ、まず賢治兄さんはってことは多分落ち落とされるよしよし、俺は株が上がるよとてもこう優しい方だなと思って、はい、お芝居の中で兄弟としてこうすごく信頼して頑張っていこうって今日決心できました。頑張るでます。栗山さんとは本当に今日初めてお会いしたんですけれど、うん、その先ほど僕が言ったみたいに特にない。羊の皮をかぶった狼っておっしゃって評価されていらっしゃったのを聞いてから、もうそうとしか見えなくなってしまった裏があるじゃないかっていうね、うん、まだ分かってないですね。そうですね、賢治は皆さんイメージがあると思うんですけど、今回僕も原作まず読んだ時に、あれイメージと違うぞ、賢治めちゃくちゃわがままで、何このなんかダサいし、なんか人間味あふれすぎじゃね、漏れすぎだよっていうぐらいこう面白い方って描かれてたんで、でその原作があって脚本届いて読んでみると、本当自分が見たこともないというか、うん、思ってもなかった賢治が描かれているので、それを演じられるのがすごい楽しみですし、多分見てくださる方もびっくりすると思うんですよね。魅力はですね、とことん、家族のことを思い、自分のためもそうですけど、大きな部分を占めているのがお兄ちゃんのためだったりとかするので、そういう人のために生きれることを幸せに感じる、
人間の器の大きさを感じるので、そこに関してはこの清六という役の魅力じゃないかなと思います。ありがとうございます。そして長女、はい、年役をされる鈴木さん、はい、その年の魅力を教えてください。年の魅力、いやもう都市の魅力がありすぎるんですよ。でもそうありすぎるからやっぱねすぐには出てこないです。もうちょっと待っててくなんしすぐ出そうとするじゃないですか。待っててくなんし私も実際に兄がいるので兄に対する愛みたいな部分はすごく似ているかなと思います。そして今回はですね、銀河鉄道の父という舞台の名前ということで、この舞台名にちなんで山手線ゲームを行いたいと思います。ちなめてるのか鉄道、あそういうことか、鉄道で山手線のことですね。です、はい、ゲームは3回戦行いまして、はい、勝った方に関してはこの岩手県産の欧州スイートポテト、今回岩手が舞台ということで、はい、プレゼントします。うわー、そう、スイートポテト、はい、そして一番負けた方に関しては地元の方言で作品紹介をしてもらいます。ただですね、栗山さんは東京ご出身ということなので、あの知っている方言で、知っている方言で知らないんですよ、だから僕も知らないんですよ、だから東京なので知ってる方言田中から始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ。山手線の駅名、品川、神田、高輪ゲートウェイ、渋谷、新宿、秋葉原、新大久保、日暮里、御徒町、田町、原宿、菅野。うわ、マジか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 、すいません、山手線ね、はい、いやいや、お題がダメですよ山手線ゲームで山手線の駅名、一番オーソドックスな駅名をオーソドックスで負けたと田中さんが負けたということで、また田中さんからですが、じゃあ本当逆回り、こういうの苦手だ、逆回り、はい、あ、わかりました、逆回り、OK です。では2回戦を始めます。じゃあ田中から始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ。日本の時代区分、昭和、令和、鎌倉、江戸、平成、縄文、安土桃山、大正、弥生、令和、あ、言いました、あ、やったー、おい、マジで天神兄さん、マジで今、誰言いました、誰言いました、うん、はい、あー、そっか、ならしかだねな。現状を僕がマイナス2、マイナス2ですね、マイナス2ポイントですよ、マイナス2ポイント、勝ち目ないですよ、もう負けですよ、うん、ほぼというかもう負けです。いや、どうします、いやいやいや、ゲーム的にはさ、ここで終わったら面白くないのでですよね。3回戦で負けた方はマイナス5ポイントです。うしゃくしゃそういうもんだよねえ、甘くないんだよねえ、このゲームマスターどうにかなってゲームマスター、ゲームマスターって呼ぶね、ゲームマスターってMC さんゲームマスターって田中から始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ。アーティストもしくは歌手、ソロでも、待ってください、お題は長い、聞いたことあります、このリズムにはめましょうよなんて長い長い田中から始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ。アーティストもしくは歌手、 AKB48、乃木坂48、ダメ、46です。よっしゃよっしゃ、おい、なんで2人削ったん、46や、なんで2人削ったん、乃木坂はね、
46だよね。慣れないこと言うんじゃなかった俺、あやねちゃんにモテたかったから。どんなやねん。ということで、最後に、方言での作品紹介をしていただきますが、その前にお二人にも作品紹介、普通の標準語で、皆様に楽しんでいただける作品になっていると思います。こういう状況下ですが、だからこそ届けられる作品だと思っています。ぜひ見に来てください。今回の舞台、銀河鉄道の父は多分皆さんが思ってる賢治像とは、全然違う賢治を僕は、演じることになると思いますし、正次郎お父さん、中心に描かれているので、まあ、その家族っていうものが、どんなことがあって、どのような気持ちになってどう危機を乗り越えたり、どう振り回されみたいな、ことが起きるのかっていう、そういうドタバタな部分も楽しめると思うので、ぜひね、劇場に来てもらって皆さんで大いに笑っていただいて、家族ってものは、どういうものなのかっていう、なんか愛みたいなものをね、再確認してもらえたら嬉しいなと思います。ぜひ劇場にお越しください。方言でのお客さんに対して一言お願いします。この、銀河鉄道の父っていう、作品はですね、家族の物語なんですね。なので、今コロナ禍という、こともあるっちゃな。そうすると、あまり家族の愛がこうあまりこうね、迷いが感じられるぞ。感じられないっちゃね。そうするとだ、自分の出身の方言でしょ。そうするとやっぱり家族というものをバリって聞いたことあるな。じゃあね、じゃあもうあれちゃうよ、もう見に来いだ、もう雑になった。みんな見に来いだ。ただな、コロナだから気をつけろって話だもん。本当はこんな子じゃないんでね、皆さん。このね、もうこそこそ話すごい気になってる、ね。それはね、もうね、プロデューサーとゲームマスターの。ゲームマスター言われて、ね、もうなんか一生覚えますわ、このゲームマスターの。ちなみにどこの方言だったんですか。教えられません。秘密だそうですよ。調べてください、そこは。出てこないよ。なんでその方言。東京出身の人に喋らせばいけないんです。ちゃんとしたコメント喋らせてくださいよ。本日はどうもありがとうございました。舞台銀河鉄道の父は第158回直木賞受賞作、門井慶喜作の銀河鉄道の父を、第43回日本アカデミー賞優秀脚本賞受賞の下森ロバが舞台脚本化し、演出の青木剛が家族の会話劇として紡いでまいります。出演者は主演の宮沢政次郎役を的場浩司、妻一役は大空優秀、賢治役に田中俊介、末っ子清六役に栗山渉、長女俊役は鈴木彩音と、個性あふれるキャストが揃い、政次郎を中心とした家族の生活を濃密に、時にはコミカルに描いていきますので、ご期待ください。2020年10月15日から22日まで新国立劇場小劇場にて公演いたします。また10月17日にはライブ配信も行います。詳しくは公式ホームページをご覧くださいね。ぜひ劇場で見やー